ミルフォードはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ヒルズボロ郡の町である。スーヒガン川沿いにある。2010年国勢調査では人口15,115人だった。非公式だがスーヒガンバレーと呼ばれる6つの町がある。地域では小売業と製造業の中心になっている。町の中心は2010年国勢調査で8,835人が住んでおり。 国勢調査指定地域として定義されている。ニューハンプシャー州道13号線と同101号線大大路の交差点に位置している。ミルフォードの町は1794年に隣接するアマースト町から分離した。アメリカ合衆国国内でミルフォードと名付けられている町の多くと同様に、その名前は川の浅瀬の傍らに建てられた工場の周辺に、 町が成長したという事実から来ており、ここの場合は、数比岩側の浅瀬だった。ミルフォードにはかつて多くの加工岩石切り場があり、ワシントン DC のアメリカ合衆国財務省ビルの柱に使われた石が名高い。その柱は、現在の10ドル紙幣に見ることができる。町は、加工岩の町というニックネームがあるが、2007年時点では、 小さな石切り場一箇所が創業しているだけである。ニューイングランドの川そばにある多くの町と同様、ミルフォードには19世紀に繁盛した繊維工場がいくつかあった。第二次世界大戦までに繊維産業はニューイングランドを出ていったが、ミルフォードは周辺町の中で商業と小売業の中心であり続けている。大手雇用主には、 芋の製造業のヒッチナーマニュファクチャリング会社、金属ケーブル製造のヘンドリックスワイヤーケーブルインクおよび委託製造業者サートロニクスコーポレーションがある。ミルフォードにはミルフォード州立魚類賦課場がある。また、現在は破産して亡くなった劇場のアメリカンステージフェスティバルがあった場所に建てられたスーヒガンバレー少年少女クラブもある。ミルフォードは 逃亡奴隷のための地下鉄道では停車駅になっていた。1859年に半自伝的小説、アワーニッヒ、自由国人の生活からのスケッチを表したハリエット・イ、e、ー・ウィルソンの故郷でもある。この小説は国内で出版された最初のアフリカ系アメリカ人による小説となった。ミルフォード・オーバルは公式にはユニオン・スクエアと命名されており、形は正方形でも、 楕円型でもなく三角形である。アメリカ英語におけるスクエアは型に関わらず町の共有広場を表示するものであり、またオーバルは19世紀から形が楕円形の場合に使われた。このオーバルは町の中心であり、その中心にピルズベリーの野外ステージがあり、背景に数悲眼側がある。このオーバルは修道13号線と 同101号線大帯路の交差点にできたロータリーを修正して作られており、北行きの13号線と東行きの101号線大帯路が直角に交差し、修道13号線の方に停止信号がある。オーバルは長年3本の一方通行路が交差する3箇所を合わせて扱われるように作られており、 オーバルに入る車が左折する車に対して優先権があるという一種異常な配置になっていた。この扱いが1980年代に逆転され、すでにオーバルに入っておる車がオーバルに入ってくる車に対して優先権があるという通常のロータリーのルールに従うようになった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、長域全面積は25.3平方マイルであり、 このうち陸地25.2平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.24%である。町内には、数飛岸川が流れている。町内最高地点は、標高814フィートのボイントンヒル町部であり、町の西境界にある。町の中心の国勢調査指定地域として定義、されている地域の全面積は5.7平方マイルであり、 このうち水域は0.04平方マイルで、水域率は0.52%である。ミルフォードの北は、リンデボロとモントバーノン各町、東は、アマースト町、南東は、ホリス町、南は、ブルックライン町、南西は、メイソン町、西は、ウィルトン町と接している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。以下は、ミルフォードの中心部。 国勢調査指定地域の2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。